今回の教習は制限高度内での飛行だ。高度が低いということはそれだけ危険も大きくなる。十分に注意して慎重に飛行しろよ。速度110ノット、高度500フィートで訓練を開始する。現在の高度を維持したまま峡谷へ突入する。ここから峡谷を抜けるまで高度700フィートを超えないように峡谷に沿って飛行しろ。壁に激突したり失速しないように慎重かつ冷静に操縦するんだ。失敗したら命がないぞ。俺もまだ死にたくないからな。無事峡谷を抜けたら訓練終了だ。以上だ。もうよーし、来たな。よし、教習を始める。低空飛行だ。よし、やるぞ。言うことなしだ。